ちょっと説教臭いね。なんかね、なんかちょっとどうですか。なんかいやと言いながら結構気に入ってますけどね、この曲。ということがやっぱ年を取ったっていう証拠なんでしょうね。違うかな。はい、あとね2曲なんですけども、ちょっとライブの宣伝だけ、させてもらいます。僕は、ね、あのリブラブっていうバンドをやってるんですけど、7月の20日、月曜日の海の日ですかね、にあの南堀江のネイブっていうところで、リブラブライブしますんで、よかったら来てください。一緒にやるのがアンコールアワーズ、風博士、長谷川香里、ハイゴーメイクセット、なかなか素敵なラインナップで、やりますんで、まあ、リブラブはですね、まあ、僕がこんな感じでいて、横にあのすごいド S の女性ボーカルがいて、すごいド M のもう40過ぎたパーカッションの人がいまして、あとあのナームっていうバンドで素敵なギターを弾いてるショーミー君っていう人と、マスタニ君っていう若いウッドベースの人、そういうラインナップでお届けしますんで、すごい素敵ですよ。ぜひぜひお越しくださいということで、さあ、さっきね、あの新快速の、妄想の歌をやったんですけど、あと2曲のうち、今からやる曲はハリソンという曲なんですけど、まあいわゆるあれですよ、失恋の歌ですよ、ね、言うじゃないですか、ちょっとなんかその気にさしといて、もしかして脈あるのかなみたいな感じなんですけど、重くそ振られた感じの曲です。聴いてください。ハリソン。さようなら、もう見えない、ダララ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 明日世界が二つに分かれてたら、しがらみの日々を掘り出して、まっすぐに君の元に駆けつけたい。闇に光を放つ花のように素敵さ、夢を見るだけじゃダメなのね、愛あんださん。冷たい君とララバイ、ドラマよいつか起これ噛み砕けリアリティ、月だけが悪いのさ、揺るがしちゃうこの心、揺るがしちゃう夢中になっちゃうよ、揺るがしちゃうこの辺を、揺るがしちゃう夢中になっちゃうよ、揺るがしちゃうダメだって、揺るがしちゃう。好きだからあれがいいだと悪いだと言ってる狭い僕の世界を素敵に揺るがす君が欲しいけど、変われない毎日が揺るがない、好きだからだから、ドゥ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 なんだよ。
Thank you.